実況生中継でお送りしています。さて続いての演技者はポーランドのテレサ・ポルガ、持ち点は 9.700、 ポーランドの選手です。この人は力強い演技が特徴です。スピードもあります。今ピボット2回転ですね、はい、これも1回転半以上ですね。1回転半以上回りますと高級難度なんです。高級難度、はい。リボンの場合にはやはり奇跡というのがね、一つ大きな特徴ですからね。私に対しては自然運動でということをよく言うんですけども、はい、このリボンに関してだけは不自然運動ですね。体は動いて止まっていても主語だけはこのように動いているということで、自然運動で主語の一つとして私言うんですけれども、非常に体と主語が違う動きをするので難しいと思いますよ。ご覧のように左手でも演技をしなければいけません。左手の高級難度は一つ入れなければいけませんね。これは前転1回。ご覧のように蛇形、螺旋、八の字、いろんな奇跡を描きますリボン。左手の回転ジャンプ高級ですよね。はい。ポーランドのテレサ・ポルガです。最後にちょっとミスがありましたねちょっとごまかせなかったですね。そうですね。さあスローで見てみましょう、まあ、リボンの場合には落下ちょっとね点数がね多いですからね、はい、でも今年からまたルールが変わりまして、はい、今まで 0.3 の減点だったんですけれども、はい、今年から全部落下に関しては 0.1 ということで、はい、それを移動して取るか取らないかで幅が決まってくるんですよね。だから各種目全部減点の仕方は同じになります。同じになります、はいはい、要は大きなミスであるか小さなミスであるか。そうですね、移動の歩数によって変わってきますね。この人もこれからが期待される一人です。去年の西ドイツ国際大会では第7位、ヨーロッパ選手権では10位に入っています。こうミスをしなくなればもう本当に上位にすぐ入ってくる選手ですね、はい、あやはりちょっと得点の方で揉めているようですね。怪我をしたんでしょうかね。足首を両足ですね。冷やしてますね。痛そうな表情。どうも今表情があまり良くないなと思ってたんですよね。痛かったんですかね。なるほどね。